さあ、前回高速神戸駅からスタートした神戸から京都までを阪急線の快速急行だけで移動する士別縛りの旅。前回は高速神戸駅から大阪梅田駅までは阪急神戸線の快速急行で移動してきました。神戸線の快速急行は特急よりも停車駅が2駅多く、各駅停車との接続が特急より微妙に違ったのが前回まで見てきたところです。前編をご覧になっていない方はぜひご視聴をよろしくお願いします。さて、今回はその後編です。引き続きこの大阪梅田駅から京都線の快速急行で京都河原町駅を目指していきたいと思います。最後までよろしくお願いします。ということで、今日乗る電車はこちら、大阪梅田駅23時15分発快速急行の京都河原町行きです。阪急京都線には種別がいくつかありますが、メインは特急と準急であり、快速急行は特急が走らない時間帯に運行されています。ただ神戸線とは異なり、特急がない時間帯もしばらくは運転間隔が維持されるため本数は多めです。そしてこちらも今度の12月のダイヤ改正で快速急行から準特急に種別の名前が変わります。そして今回乗る電車はすでに停車しています。こちらが今日乗る阪急京都線の快速急行京都河原町行きです。大阪梅田駅の折り返しで、今日は1300系8両編成での運転でした。大阪梅田駅は京都線の特急は1号線から発車しますが、快速急行は2号線から発車します。特急が出発する1号線には夜間留置の車両が止まっていました。では早速乗っていきましょう。大阪梅田駅を発車、阪急京都線の快速急行の旅がスタートしました。終点の京都河原町までの所要時間は44分、日中の特急が44分ですから、なんと所要時間の差はないようです。この先途中は重曹、淡路、茨城市、高槻市、長岡天神、桂、山陰、大宮、烏丸の順に停車していきます。ということで、今回も特急との違いを中心に見ていきます。また京都線はダイヤ改正で変わることがいくつかありますので、そちらも見ていきます。電車は次は重曹に止まります。奥に見えているのは大阪梅田駅を同時に発車した神戸線の急行です。あちらは前編で乗った快速急行の折り返し便で、重曹までは競争していました。さあ、こちらは中津を通過。この駅は神戸線と宝塚線にはホームがありますが、京都線にはありません。ですから同じ各駅停車でも京都線の方が若干所要時間が短くなっています。また京都線の方が線形が良いようで、神戸線の急行電車とどんどんリードを広げていきます。電車は重曹を発車、ここからは完全に京都線独自の区間に入ります。次は淡路に停まります。途中は南方宗善寺の2駅を通過します。電車は重曹駅を発車したら、しばらくはカーブ区間をゆっくり走っていきます。この区間は神戸線と宝塚線はまっすぐ結んでいますが、京都線はほぼ90度のカーブを曲がって京都方面に向かいます。さあ、こちらは途中駅の南方を通過。この駅は準急と快速が停車の駅。1日の乗降客数は約2万7000人で、この先通る特急停車駅よりも多いですが、快速急行は通過となります。これはおそらく混雑分散のためでしょう。前回の神戸線の向こうの総駅と同じような停車駅設定です。さて、大阪梅田駅を発車してから8分。電車は間もなく淡路に到着します。次の淡路駅は通勤特急以外の全種別が停車の駅。また、この駅は天神筋橋6丁目から北千里を結ぶ千里線との接続駅。ただ、この電車は千里線との接続はなく、次の電車までは8分待ちです。淡路の次は茨城市に停まります。こちらは上新庄を通過。この駅は準急と快速が停車の駅。快速は
準急と快速急行がミックスされた種別です。大改正以降は急行に名称変更を行い、停車駅が若干増えるそうです。また本数も増えます。さあ景色を見ると深夜帯ですが、住宅や街灯の明かりがたくさん見えています。ただ京都線は一部田舎区間を走りますので、その時は真っ暗になるでしょう。こちらは相川を通過。この駅は2面4線の対比可の駅。ただ追い抜く電車はありませんでした。電車は茨城市を発車。この駅では向かい側各駅停車、京都河原町行きに接続しました。こちらは大阪梅田駅は10分前に発車した電車です。日中の特急も茨城市で前の各駅停車に追いつきますが、行き先は京都河原町行きではなく高槻市行きになることがほとんどです。また始発駅も大阪梅田以外に天下茶屋始発の便もあります。ただ快速急行も運転時間帯によっては特急と同じような接続になることもあるため、どちらかといえば深夜帯ならではの接続と言えそうです。さて電車は次は高槻市に止まります。途中は総持寺、富田の2駅の通過です。さあ電車はかなりハイスピードで走っています。京都線の最高速度は110キロ、神戸線よりかは5キロ遅いものの、上新庄から桂までは線形が良いため、ほとんどの区間で高速運転を行うことができます。さあ電車は総持寺を通過。この辺りの区間は JR 京都線とも並行しており、 JR 線も阪急線に対抗して JR 総持寺駅を開業しました。ただ運賃もアクセス面も阪急の方が良いため、阪急線が強い状況は変わっていないようです。さて大阪梅田駅を発車してから21分、電車は間もなく高槻市に到着します。次の高槻市は各駅停車の多くの終点であり、準急は大阪梅田からここまで通過運転を行います。また茨城市と同じく2面4線の対比可能駅になっています。日中の特急はここで前の準急に追いつき、この先の通過駅への接続を確保しています。しかしこの快速急行の接続はありません。次の各駅停車は茨城市で接続した電車で4分待ちとなります。高槻市の次は長岡天神に止まります。現在の快速ダイヤ改正後の急行は、ここから先は現在の快速急行ダイヤ改正後の準特急と同じ停車駅で運転していきます。なお神戸線の時と同じく快速急行は区間運転の電車が走っています。深夜帯には京都河原町始発高槻市行きの快速急行が走っており、ここも特急との違いと言えそうです。そして電車は東海道新幹線との並走区間を走っています。ただ現在時刻は23時40分を過ぎており、もう新幹線の運転は終了しています。地方ですと在来線より新幹線の方が遅くまで走っていることがありますが、さすがに都市部は在来線や私鉄の方がより遅くまで走っています。電車は長岡天神を発車。この駅でも前の各駅停車との接続はありませんでした。向かい側に止まっているのは夜間留置の車両です。そのため次の各駅停車は茨城市で抜かした電車となり、待ち時間は8分と拡大しています。なお日中の特急は長岡天神での各駅停車との接続はありません。ただ高槻市で準急に接続していますので、待ち時間はそう長くはないでしょう。この点も深夜帯ならではのことだと思います。さて電車は次は桂に止まります。途中は西向こう、東向こう、学祭口の3駅を通過します。さあ電車は引き続きハイスピードで西向こうを通過。この辺の駅の利用者は日中は大阪梅田から準急1本で先着しますが、この時間帯は快速急行から各駅停車に乗り換えて向かうことになります。これがダイヤ改正後は準特急から各駅停車への乗り換えに変わります。こう見ると名前が似ていて混乱を引き起こすことがありそうです。さて大阪梅田駅を発車してから
34分、電車はまもなく桂に到着します。次の桂駅は全種別が停車の駅、最上位種別である快速特急もここからは特急と同じ停車駅となります。快速特急はノーマル快速特急と快速特急 A の2種類がありますが、 A がつく方はダイヤ改正後は廃止となります。それにより重曹は全種別が停車に戻るそうです。そして快速急行はここまでは特急と同じ停車駅をしていました。特急と快速急行の違いは末端区間にちょっとあるだけのようです。また向かい側、各駅停車京都河原町行きに接続します。こちらは大阪梅田駅を25分前に発車した電車です。電車は桂を発車、桂では日中の特急は準急に接続しますが、快速急行は各駅停車への接続となるようです。ただこれも時間帯によっては快速急行と準急が待ち合わせをすることがあるため、深夜帯限定と言えるでしょう。さて電車は次は山陰に止まります。途中は西京極の一駅を通過します。この区間特急は桂から烏丸までがノンストップですから、ここは大きな違いとなりそうです。さあ電車は最後の高速運転を行っています。こちらは西京極を通過、この駅は準急までが停車の駅、桂で接続した各駅停車はこの駅のために走っているようです。ただこのダイヤが非効率であったようで、ダイヤ改正後は快速から名前が変わる急行が西京極にも止まるようになり、桂止まりの各駅停車から乗り継げるようにします。そのため深夜帯を中心に急行の本数が増えるそうです。なお快速急行から名前が変わる準特急は今と同じ停車駅で走ります。さて大阪梅田駅を発車してから38分、地下区間にも入りました。電車は間もなく山陰に到着します。この駅は通勤特急快速急行までが停車の駅、1日の乗降客数は約2万9000人で、特急停車駅の長岡天神よりも多いそうです。また京福電鉄との乗り換え駅であり、嵐山、四条大宮方面へ乗り継ぐことができます。ただ京福電鉄はすでに最終電車が発車済みです。この辺りでまだ走っているのは阪急線だけとなっています。そしてこちらは隣の大宮を発車、この駅も通勤特急快速急行までが停車の駅、以前は特急が止まっていましたが通過となりました。1日の乗降客数は約1万7000人で、この駅は長岡天神よりも少ないようです。駅前には四条大宮という大きな交差点があり、京福電鉄の終点もここにあるそうです。他にも銀行がいくつかあったり、餃子の王将の1号店があったりとかなり栄えています。さて大阪梅田駅を発車してから44分、電車は間もなく終点の京都河原町に到着します。大阪梅田から京都河原町までの阪急京都線の快速急行の旅、特急との違いを中心に見てきましたが、停車駅は桂までは同じであり、桂から先は山陰、大宮にも停車していました。ただ2駅停車駅が多くても所要時間は日中の特急と変わりませんでした。また各駅停車との接続は茨城市と桂で行っており、高槻市での準急接続はありませんでした。そして前回から続いている高速神戸から京都河原町までを阪急線の快速急行だけで移動する種別縛りの旅、深夜帯で間隔が空いてしまうことも原因ですが、ここまでは合計1時間31分かかりました。また総じてみて特急と快速急行は停車駅以外はそんなに大きな違いはありませんでした。ダイヤ改正で大きく変わるのは名前だけであり、運転形態は今のままであると思われます。スーパー阪急大作戦、次回は大阪梅田から今津までを阪急線で移動するおバカ乗車をやっていきます。気になる方はぜひチャンネル登録をして配信をお待ちください。最後までのご視聴ありがとうございました。